Wi-Fi で接続をいたします。このようにですね、今 Wi-Fi と接続ができました。はい、画面が映っています。で、これでですね、ここのこのコントローラーですね、バーチャルコントローラーを、バーチャルスティックをですね、動かしながら掃除をするわけなんですが、まあ、これでは本当の掃除ができないので、こういったテロの専用のですね、接売のコントローラーを使います。電源を入れますね、はい、でコントローラーはですね、Bluetooth でこのスマホとつながるようにします。テロとスマホがつながる、 Wi-Fi でつながって、でスマホとコントローラーが Bluetooth でつながって、このコントローラーで掃除ができるようになります。この別売のコントローラーのスティック、コントローラーで、掃除をしています。下部のビジョンセンサーをテープで塞いでおりますので、ポジションが決まりません。今ちょっとコントローラーしていますけど、スティックが右離してもこうフラフラで今浮遊します。はい、コントロールしてないと、ずっと浮遊をしていきます。これは ADPR ですね、はい、このモードで、練習します。またポジショニングが効いてないので、こういうスレスレですね、スレスレでもこう飛行させることが可能です。ただし自分の風でですね、相当流れますので、まあすごくコントロールは難しくなりますが、練習になります。これぐらいの高さでですね、こう、ホバリングさせるのはなかなか難しいところがあります。感じで流れますので、これでこう対面ですね、対面のホバリングを練習したりするの結構な練習になります。ただまあスティックが、やっぱりですね、こう無線接続なので、やっぱりこうちょっとタイムラグがあったり楽なとこありまして、なかなかですね、こう思うよりコントロールできづらいとこはあるんですけども、まあ基本的に大きな機体と同じなんですね。お部屋の中でこういう ATTI モードでの練習にはなります。こういったように特に対面での、ホバリングですね、これずっとやるという、まあ基本ですけども練習になります。次におすすめするのはこういう、180度のターンですね。180度ターン、はい、これがまあ次の練習ですね。180度ターンがこう、できるようになればですね、いろいろですね、スムーズな、まず掃除ができるようになる。そして、こういったうまく、まだまだここでうまくできないんですけども、シルエットサーフシルエットサーフ、くるくる回しながら円を描くという、まあ、シルエットサーフ、こういったことの練習にもできるようになります。やはり撮影で一番使うのは、やはりこういうその、ノーズインサークルですね。ノーズインサークルをよく使いますので、先ほどのシルエットサークルの練習なんていうのはすごくスムーズなスティック操作の練習にはなります。まあ、FTR モードでもですね、まあ、今落ちましたね、はい、
高さもですね、急にドンと落ちたりしますので、なかなか、コントロールが難しいです。はい。